2019年1月11日東京羽田空港。北海道新千歳空港到着。ニセコスキー初日、グランヒラフの麓から最上部を目指します。リフトが長く、体が冷え切ってしまい、リフト1本上がったところで、早々に休憩。温まったので、再び上を目指します。感動の真っ青な空、白銀の世界。目的地に着きました。そこにはさらに上を目指し歩いて登る人々が。もちろん私たちは目指しません。板を担いで登る根性はありません。絶景の羊蹄山を見ながら滑ります。コースを横断するように滑り、隣のニセコビレッジへ向かっています。中途半端に沈む新雪に悪戦苦闘。力尽きて転倒しました。体力温存のため冷圧雪エリアから圧雪エリアに出ます。元気なうちに行きたいのが、上級マークが3つも並ぶ水野の川。マップではこのエリア。ロープトゥーで上がります。この方はバーを握って上がりましたが、腰に当てて上がった方が楽です。降りるときは素早く離れましょう。油断するとこうなります。水野の沢上部入り口に着きました。水野の沢特別管理区域。水野の沢は日々雪崩制御を行う特別管理区域です。水野の沢では過去に雪崩による重大な事故がありました。
ニセコビレッジスキーリゾートでは長年にわたり特別管理区域としてこの水野の沢をパトロール隊が早朝より流れ制御を実施しています。スタートは緩やかな上り、続いてはほぼ平ら、そして上り、この辺りから本格スタートのようです。結構疲れます。疲れてくると転びます。疲れ具合を生の音声でご確認ください。ウォゾコース出ようよ、疲れたよ。はここは端っこね。ああ、もうコース出ない。はあ、はあ、疲れたよ、これ。はあ、やべ、通っちゃった。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はあ、よいしょ、はあ、はあ、コース出て。ストップ、休憩。休憩の後、少し降りてきて最後の難所、ゴムベルトのヘッドマウントでは転んだ時に GoPro を落としてしまうのでポケットに収納。ここで落としたら転がってどこに行くかわからないので、コースが見えました。出口はもうすぐです。降りてきたと思ったところで油断しました。水野の沢を滑ってこれて満足です。もとい、降りてこれて
この後はランチにしようとニセコビレッジの麓に向かっています。メニューを見て撤収。目の前にある短いゴンドラに乗ってみます。ニセコビレッジにあるショッピング&ダイニングエリア。ここでも食べたいものが見つからず移動。ニセコゴンドラ乗り場へ向かいます。歩いても行けそうですが、リフトで上がって滑っていきます。これはリフト？ゴンドラ？一本の索道にゴンドラとリフトが交互に来ます。初めて見ました。しかも下り側には途中乗降場が。遅めのランチ、食べたかったのは朝食がバイキングで食べ過ぎたので少なめのものでした。